皆さんこんにちは。はじめまして、石神整形外科クリニックの院長の石神です。よろしくお願いします。僕は3年前に石神整形外科クリニックをこの川越に、作ることに、なりました。川越インターのもうすぐ降りてすぐに国道16号沿いに、あるんですけど、今も患者さんが1日200人ぐらい、たくさんの患者様に、治療させていただいてます。クリニックではスタッフが20人ほどいまして、とにかく明るくて雰囲気が良くて、患者様のことをいつもどうやって治していこう、どういうふうに元気になってもらおうということを常に考えているクリニックです。僕のクリニックで一番大事にしていることは理念が3つあって、まず1つ、本当に患者さんに大切にしたいことが、1人でも多くの患者様に安心と笑顔と元気と幸福を提供することに全力を尽くす、そういった、クリニックをいつも、どういうふうにこう作っていこうかなということを、考えています。でも今ね、川越に家を買って、で、まあ、実際に住んで、もう本当に川越にずっと、役に立っていきたいなというふうに、考えています。一般的には、お医者さんってどっちかというとすごくこう真面目で、こう、ね、パソコンに向かって、こんにちは、今日どうしましたか、あ、膝が痛いんですか、冷凍で取りましょうね、というようなその患者さんに対してのイメージがあるのかもしれないんですけれども、うちのクリニックはもう入り口から入って、こんにちは、今日はいかがしましたかという形で皆さんにお役立ちしたい、スタッフさんでいっぱいです。そして僕自身もどちらかというと明るくオープンマインドで、患者さんがどのように困っているのか、痛みで肩が凝っているとか姿勢が悪いとか、いろいろなその心配なところがあると思うんですけど、一番大事にしていることは今、日常生活もしくは自分がそのやりたいことっていうのが、体のどの部分が一番その問題があって何ができていないか、それをどうしていきたいかっていう、痛みや困っていることを治療した先に皆さんが、どのような、生活っていうのをしていきたいかっていうのを僕はすごくすごく大事にしています。週末の試合のために痛みを取ってほしいとか、ここの体の部分が痛みはそんなにないんだけれども心配だからとにかく細かく検査をしてほしい、いろいろなその心配がある人、テレビでもね、たくさんの、ことをやってるので心配になっちゃう人もいると思います。それにできるだけお答えしたいなっていう、そういう気持ちがすごくやっぱり強くて、そこにこう皆さんにお役立ちしたいなっていうふうに考えてます。それが皆さんの体に対する安心、不安を取り除くっていうことにつながっているんじゃないかなっていうふうに考えて、日々治療させていただいてます。